皆さんこんにちは、瀬名くまです。今日も島づくり頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はミルクチョコレートのたぬき商店周りを島くりしていきたいと思います。島にある遊園地に馴染むような感じでエリアを作っていこうかなと思っています。それでは早速本日の癒し担当のところへ行ってみましょう。案内所周りをうろうろしていると、お、ジェシカとシベリアがお話ししてますね。2人とも青い服で可愛い。だからなんともねって。大げさなんだよおめえは。え、何？怪我でもしたの？どうしたのシベリア？いやいや、うち見たんだって。何？シベリア、さっきそこで思いっきり落とし穴に落ちただろ。待って、思ったより重大なんだけど、やばくない？しばらく動けずうめいてたじゃないか。どっか怪我したんじゃないの？うめくほどってちょっとかなり痛かったんじゃない？バカ野郎、あれはそのわざとだ、わざと。ねえ、絶対強がってるやん、大丈夫？落ち心地を確かめてたんだよ。穴の深さ、フィット感、落とし穴って奥が深いんだぜ。ちょっと無理がある。なんかソファーに座った感想みたいなやめて。ほらジェシカちゃんも震えてるよ。ちょっと強がり無理があるね。まああんたがそう言い張るならこれ以上聞かないけどさ、心配だよね普通に。あんたさ、痩せ我慢も大概にしなよ。怪我したからで遅いんだからね。優しい。け、余計なお世話だ。これくらいの我慢ができねえで男が飾れるかっつーんだ。そんなダッセー約束するくらいなら怪我した方がマシだぜ、デスダス。もう人がせっかく心配してやってるのに勝手にしな、ナシカ。やばい。あ、よかった、喧嘩にはならずなんとか収まったけど、さすがに落とし穴に落ちてうめいてたわ。心配よ。シベリア君大丈夫？そんなことより島に落とし穴があるの？ちょっとなんか私落ちそうで怖いんですけど。私がうめいてたら助けてね、デスカちゃん。今回たぬき商店はこの辺りに移設しようかなと考えています。ちょっとナチュラルで落ち着いた感じの遊園地を作っているんですけど、この遊園地に合うような雰囲気にたぬき商店の周りをしまくりしていきます。イメージ的には遊園地の入り口とかお土産屋さんっぽい雰囲気に見えるようにしたいなと思ってます。今回はお店のサイズが大きいので、先にたぬき商店を移設してからその後に土地作りを進めていこうと思います。それでは早速お店をお引越ししていきたいと思います。レッツゴー。はい、お店を移設するとこんな感じです。みんな結構たぬき商店の外観のしまくり悩む人多いんじゃないかなって思います。実際私もそうです。毎回ね、島を作るときにどうしようって一番悩む建物でもあるんですよね。でも派手だからこそ遊園地っぽい家具との相性はいいんじゃないかなと思って、今回は挑戦してみようと思います。それでは早速土地作りに入っていきます。まずはテラコッタタイルを使用していきます。施設したたぬき商店の周りを2マスの幅で囲っていきます。たぬき商店の外観って全ての色が明るくてポップで可愛いんですけど、島作りにはちょっと難しいなって思う部分がありますよね。島の地面に敷くことができる通路の種類の中でもテラコッタタイルは一番明るい印象を与えてくれるんじゃないかなと思ってます。今回はテラコッタタイルを一番たぬき商店の近いところに持ってくることによって周りの土地に馴染ませようという作戦です。商店の周りを囲うといっても後ろの遊園地につながる道っぽく見えたらいいなと思ってルートを作っています。最後に四つ角を丸くすれば OK です。よし、大体こんな感じでいいかな。続いてレンガの道を使っていきます。商店の下に横11マス、縦5マスの幅で四角いエリアを作っていきます。ここは遊園地のエントランスっぽい雰囲気にしたいなと思っているんですけど、テラコッタタイルとなるべく近い明るさを持ったエリアにしたかったのでレンガの道を選びました。たぬき商店の下にちらっと見えている木製のウッドデッキっぽい場所との色味も相性がいいんじゃないかなと思います。あとはここにどう家具を置いて周りになじませていくかがポイントですね。よし、こんな感じで四角いエリアが完成したら OK です。続いてエリアの周りに木を植えていきます。まずは下のエリアの方に広葉樹を2本左右に植えていきます。左右対称になるように植え終わったら、続いてエリアの上の方には針葉樹を同じように2本左右に植えていきます。今回は針葉樹や広葉樹を選んでいますが、リンゴの木とかさくらんぼの木を植えても可愛いんじゃないかなと思います。周りの家具の色味に合わせて変えてみてください。うん、
こんな感じで OK。 案内所周りをうろうろしていると、お、フララとペーターがお話ししてますね。あ、セナちゃんじゃん。あたいたち春と秋のどっちが好きか話してたんだよ。楽しそう。私も混ぜて。そうだ、セナちゃんも教えて。あ、ありがとう。聞こえてた？どっちの季節が好き？春と秋って究極じゃないですか。秋の服とかも好きだけど、やっぱね、明るい気持ちになれる春が好きかな。うんうん、あたいも春は可愛い花がいっぱい咲くから好きかも。あ、わかるわかる。桜とかネモフィラとかね、花に囲まれるあたいって最高に絵になるじゃん。あ、そういうこと。あたいにぴったりの季節だよね。ちゃんと今花咲いてるしね。僕もお花を見ながら食べるお団子は大好きだよ。可愛いベータ。あんだって本当に食べ物のことしか頭にないんだね。いや、でもいいじゃんね。それって褒め言葉でしょ。嬉しいな。ポジティブで助かった。まるでバケツいっぱいのチョコムース食べた時みたいだよ。おろおろ。あれ、やばい、ちょっと理解が追いつかない。あー、そんなこと言われたら、あたいもお腹が減ってきちゃった。あ、そっちに乗っかるのね。なんか絶妙に会話がちょっとうまくいってない気がしたんだけど。うん、2人とも美味しいものをたくさん食べようね。皆さん、今年はお花見できましたか？私はゆっくりお花見に行く時間がなかったので、もしよかったらみんなのお花見エピソードコメント欄で聞かせてください。それではいよいよ家具のレイアウトに入っていきます。まずはたぬき商店の左側に広場のゲーム屋台を横向きに2つ並べて配置していきます。色味は後ろの遊園地の雰囲気に合わせてグリーンとイエローのリメイクをしたのと、横向きに飾ることによってゲーム屋台ってよりはちょっと出店とか屋台っぽい雰囲気が出せたらいいなと思って飾っています。続いて手前側にポップコーンマシンを配置します。こちらもゲーム屋台の色味に合わせてリメイクしてみました。こういう場所で食べるポップコーンってなんか特別ですよね。普段お家ではそこまでポップコーン食べることないんですけど、映画館とか遊園地とかに行くと必ず食べたくなっちゃいます。続いてたぬき商店の右側にも左側と同じように広場のゲーム屋台を2つ並べて配置します。ここは歩いた時にお店っぽく見えるようにあえて左右対称にしています。賑やかな感じが遊園地っぽさを出してくれるし、たぬき商店の雰囲気にもバッチリマッチしてて最高です。続いて手前側にはキャンディーマシーンのイエローを配置します。キャンディーマシーンは飾ってあるだけで可愛いですよね。今回ここは左右対称に配置したんですけど、ちらっと下から見た時はお店が並んでるよりも見えるんじゃないかなと思います。うん、いい感じ。続いて下に作ったエントランスのエリアの左端に旗付きの街灯のグリーンを配置します。こちらも左右対称になるように右側にも配置します。街灯にするか迷ったんですが、旗がついてあるだけで遊園地とかサーカスとか賑やかな雰囲気が出るなと思ってこちらを採用しました。想像以上に周りの家具との相性がいい感じ。続いて公園の柵を配置していきます。公園の柵はイエローにしました。柵の形が丸くてなんとなくエントランスっぽいかなと思ったのと、結構目立つところに立てることになるので商店の外壁の色に合わせて黄色にしました。こんな感じで OK。 そしたら次は柵の間に広場のアーチを飾っていきます。今回はごちゃつかせたくなかったのでアーチを後ろ向きに置いて、屋根っぽい部分の柄は隠しています。うん、これを置くだけでなんかエントランスっぽくなってきた気がする。続いて旗付きの街灯の隣にアイアンガーデンベンチのグリーンを配置します。ベンチと街灯の色は合わせるだけで統一感が出るので、色味に困った時はぜひ試してみてください。同じように右側にも配置していきます。うん、やっぱりアイアンガーデンベンチ好きだな。鉄鉱石だけで作れるのに完成度が高くて本当に可愛いんですよね。続いて左の柵の前に消火栓のブルーを配置します。この落ち着いた青の色味が本当に好きです。続いて反対側にはフォーチュンクッキーのワゴンを配置します。もうまさに屋根の色味がたぬき商店にぴったりなんですよね。この2つの家具は完全に商店の色味を意識していて、個人的には消火栓のブルーが商店の屋根の色とぴったりですごく気に入ってます。続いて消火栓の隣にシマトネリコを配置します。通常の木を植えてしまうとちょっと森っぽい感じが出てエントランス感が薄れるかなと思ったので、今回はシマトネリコを選んでいます。そして同じように右側にも配置していきます。
ここぞとばかりに島田のり子はよく島国で使うんですけど、後ろに紅葉樹がちらっと見える場所にあるので、そことの比較にもなって遠目から見てもいい感じに馴染むと思います。よし、こんな感じで置き終わったら、続いて素朴な木製の柵ホワイトを設置していきます。普段は木製の柵のホワイトは結構その場に馴染ませるために使うことが多いんですが、今回は完全に差し色で採用しました。全体が緑と黄色でまとまっているので、白が手前にあるだけで締まって見えると思います。うん、エントランス部分はこんな感じで OK かな。続いてたぬき商店の後ろに実は1列マスが空いていて、ここを柵で埋めていきます。前から見た時に柵がちらっと見えるようにしたかったので1列空けたんですけど、間もしっかり埋めないと化石とかが出てくる可能性もあるので、ちゃんと埋めておきます。よし、こんな感じで OK。 チラリズムがいい感じです。これで大体家具は置き終わったので、最後はお花を植えて調整していきます。今回は黄色いヒヤシンスと黄色いチューリップを採用しました。あまり植えすぎるとエントランス感は薄れちゃうかなと思ったので、ほどほどに左右バランスを整えながら植えていきます。うん、お花を植えるだけで気になってた隙間もマシに見える気がします。左右バランスを見ながら植え終わったら、手前に植えてある広葉樹の周りが若干寂しかったので、素朴な木製の柵のホワイトを追加していきます。よし、こんな感じで OK かな。全体を歩いてみても、遊園地の中の建物としてたぬき商店が馴染んでくれている気がします。たぬき商店は和風洋風しまくりしてきたけど、今回の遊園地が結構一番しっくりきてるかも。はい、ということで遊園地のエントランスに見立てたたぬき商店のしまくり完成です。ポップなカラーリングでしまくりに悩むことが多いたぬき商店ですが、あえて賑やかな感情を生かすという意味で、皆さんも遊園地の中に作ってみてはいかがでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、気軽にコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Now, me, oh, me, not me, oh, quick, 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 quick. Oh, not me, oh, not me, oh.